クリストフ・クリタは日仏において活躍する漫画家、エコン・テライター。吉田・クリストフの名でも活動している。また医師免許を持つ医者でもある。東京都千代田区出身。日仏ハーフ。フランス・パリ市内に今日構えるが、日本における創作活動のため2006年より2010年まで東京都に居住。2010年よりパリへ戻り、日本での活動に加えて、 欧州への作品発信も再開。フランスの出版社から単行本の出版を始めるなど、日本と欧州の間で活動を続けている。17歳まで東京で教育を受けたが、東京の日仏釣りにて、バカロレア取得後フランスへ渡り、パリ大語大学医学部で医師免許を取得。また同時に、フランス国立東洋言語文化研究所において4年間、中国語を専攻。 1999年から2000年、オランダ・アムステルダムに在住。現地にてオランダ語を習得する。以後、日本とフランスを自由に渡り歩きながら、漫画家、絵コンテライターとして活躍。1987年にアングレム国際漫画祭、新人賞ノミネート。代表作に、お大事に、冒険野郎伝説、アバンチュリエなど。日本人の父とフランス人の母を持ち。 両親の母語である、日本語、フランス語以外にも、複数の言語を操るポリグロットである。クリストフ・クリタの主な使用言語はフランス語、日本語、英語、中国語、オランダ語、スペイン語など。ありがとうございます。